まあ、前回も3人でという話がありましたが、11月17日の試合でした。まあ、その時も水谷、大島が、この時はウォン・チュンユンとそしてチュンユンに、敗れてスタートしたという形だったんですが、まあ、今日のこのダブルの試合は本当にレシーブからチキータで思い切ってこう攻めていてですね、まあ、終始こう積極的に攻めた、埼玉ペアが勝利しましたね。ということですね。はい、ご覧のチョン・ユンとそして平野優希選手のペアが、水谷・松平健太ペアを破りました。そしてその後のこの第2マッチ、セカンドマッチは、まあ、キャプテンの手前吉村真晴と、そしてこのところ吉村真晴をもう破り続けていると言っていいかもしれませんが、大島優也選手との対戦でしたが、今日は本当に、吉村のフォアハンドが冴えてましたね。ですね。はい、はい、まあ、もともとバックハンドがいい選手なんで、はい、まあ、そこにフォアハンドが、加わって、まあ、大島を圧倒した形になりましたね。はい、特に吉村選手の、まあ、今フォアが良かったという話がありますけども、はい、目についたところというのはありますか。まあ、本当にサーブをいろいろ工夫を、しながらですね、はい、3球目につなげていったと、相手に読ませない、工夫をですね、はい、してましたね。3対1で吉村真晴が大島優也を破ったこの第2マッチでありました。そしてハーフタイム挟みまして、チョン・ヨンシクとそして張本登場と、こういうことになるんですね。まあ、この開幕カードをダブルと、吉村、負けてたのを取って逆のパターンだったんですけどね。そうですね。はい、はい、開幕戦では張本はウォン・チュンティンとオシングルスを対戦して3ゼロで勝ちました。はい、まあ、1ゲーム目もスタートダッシュ良、はい、かったんですけどね、チョンシクが、はい、まあ、これでどうなるかなと思ってたんですけども、はい、まあ、徐々にもう、そうなんですね、すごいバックハンドが決まりだして、まあ、11月17日の試合の時もチョン・ヨンシクは結局張本に 0-3 で敗れて、しまったわけなんですが、まあ、やっぱりこの張本の強さが、際立ったという形でした。そうですね。まあ、チョンも1ゲーム返したんですけれどもね、まあ、なんとかこう、ゆっくりなボールも使いながらという崩そうとしてたんですけども、はい、さあ、そして第4マッチ、これがもう、水谷対岸川という、まあ、変な言い方ですけれど、オールドファンにとっては答えられない、ね、ね、試合になったわけですが、この試合いかがでした。まあ、本当岸川がよく頑張ったという試合ですね。はい、はい、まあ、果敢に攻めて本当にもういいラリーを展開したと、はい、本当に、まあ、心打たれましたね。本当ですね。はい、まあ、まだまだこれからもこの T リーグで、岸川選手がこういう形でね、はい、シングルスを戦う場面が見られるかもしれませんので、はい、まあ、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。まあ、ひょっとするとある意味これ、坂本監督もここの4番で水谷が出てくるんじゃないかと、まあ、読んでというところもあるかもしれませんよね。そうですね。うん、まあ、本当にラリーをこうお互いにこう楽しむといいますか、はい、本当にファンも見応えのある試合だったと思います。ですね。はい、まあ、ですから一つ石川が取りましたけれども、まあ、結果的には3対1とこういうことで、そうですね、しかもその決めるこの4ゲーム目13対11ですからね。はい、石川がいかに、まあ、頑張った、検討したかというのが分かるかと思います。そしてビクトリーマッチは1ゲームスマッチです。まあ、今日勢いのあった吉村を起用したんですけどね、はい、それを、まあ、張本が上回っていたと、まあ、そういうことなんですね、結果的にはね。そうですね、本当にもう隙がないと言いますか、はい、もうどんどん攻められるので、はい、まあ、張本の強さをある意味こう思い知らされたというとちょっと言葉は良くないかもしれませんが、15歳の張本が、いや、見事な、試合をしたというところであります。さあ、そして